皆さんこんにちは。MMA 言語化挑戦中です。えー、今日はライジンフォーティーの試合について喋っていきたいと思います。えー、今日は、うん、対抗戦の堀口選手と大久保選手の試合について喋っていきたいと思います。えー、僕はこの大晦日のカードの中でも、えー、トップクラスに楽しみな試合ですね。まあこの試合は、うん、ちょっとね。 対抗戦っていう感じはあんまりしないですよ、ねうんまあライジンと、えー、ベラトールの対抗戦っていうことで、まあ、僕はまあ以前にも動画でちょっと喋ったんですけどあのまあ思い切ってねあの思い切ってっていうかまあ、ね、もうとにかくがっつりライジンを応援していこうと今回に関してはもうライジンにちょっと感情移入して対抗戦もうここで食ってくれっていう思いで試合を見ようと。 いうふうなこととをお話ししたと思うんですよね、まあ、僕はこう、まあ、今度来日するこのベラトール側のマッキー選手とかピット・ブルー選手は結構好きなんですけど、まあ、今回に関してはちょっと、あのー、しっかりね、あのー、ライジン側ライジン側として、えー、対抗戦をほんとがっつりもう楽しんじゃおうと楽しんじゃおうというかもうね、あのー、そういうテンションで見ようかなっていう気持ちで見るんですけど、まあ、この試合に関して言うと、まあ、なかなかちょっとこう。 対抗戦っていうのとはまた別のストーリーがあるなっていう感じですよねまあこの2人はもう過去に2度対戦していてもうこれが3度目になるわけなんですけどまあここまでのまあ、この対戦に至る経緯というかね、えー、に関してまあ ごく一部の方の中でやっぱりもう3回目だっていうこともあってなのか扇保、まあ、選手じゃない方が良かったっていうような意見がちらほらあるんですよね堀口の無駄遣いだみたいな扇保を当てるのはちょっともったいないみたいなそういう意見もあって、まあ、分からなくもないんですけどそういう意見が。だからまあこれに関してはもう,どうもう絶対に組むべき試合だったと僕は思ってるので。 なぜかというと、大木久保選手は昨年まあバンタム級グランプリで優勝しているわけなんですよね。で、このバンタム級グランプリは優勝者が堀口紀教授への挑戦権を得られるという話でのトーナメントだったわけなので、まあここで勝ったのに、もう過去二回やってるんで大木久保選手は。 うん、あとまああんまり試合もちょっとね主要試合が多いですしとかあまり人気ないんでまあちょっとなかったことにっていうのはこれは許されないことですから、ね、<laughs> まあ僕はこの話は前もしましたけど、まあ、人気があるないそれはすごく大事だと思いますし、うん、試合がまあうん面白い面白くないまあ僕は大久保選手の試合は面白いんですけどまあこれは人によると思いますしまああとはね平本蓮選手みたいに。 えー、まあトラッシュトークで盛り上げるとかそういうのも必要,だい必要だと思うんですけど、まあ、人気がある試合が面白い、えー、SNS のフォロワー数が多い、まあ、そんなのは、まあ、大事ではあるけれど格闘技において最も重要なことは強いいがが偉い勝ったやつが偉いもう僕はこれに尽きると思うんですよね。もう過去にもも、まあ、そういういねこう UFC とか見てても あのこうお互いが言い合ってたりとかなかなかのこう <laughs> 因縁がある人同士の対決があっても,もう勝っちゃったらもうもう負けた方は何も言えないそれはもうこれはもう大前提だと思うんでもう勝っちゃえらい勝ったやつが強い強いやつがえらいもうこれがもう格闘技のもう世界でのもう絶対の原則だと思うんですよなので扇保選手が勝ったんで扇保選手がえらい 大木久保選手に権利はあるもうこれはもう動かせないことだと思うんですよね。でましてやライジンが最初からもうそういうトーナメントですって言ってやってるのでもうこれはもう絶対的に動かせない事実。大木久保選選手手には堀口選手と戦う権利があるそれをちゃんと勝ち取ったっていう部分があるので、まあ、この試合はまあどういうタイミングでどうやって組むのかは、まあ、すごくう 難しいだろうなと思ってたんですけどまさかベラトール対ライジンの対抗戦っていう形でしかもお互いが適正階級ともいえるフライ級に落として、えー、戦うということになったので、まあ、僕のワクワクはまあより高まってるわけなんですが、まあ、この試合のポイントがまあ今言ったフライ級というところなんですよね。 で両者ともにもともとはフライ級で戦ってた選手なんですけれど、まあ、フライ級が適正階級だと思います身長とか、まあ、体格とか見るとただまあまあライジンにはフライ級があまりま、まあ、今やってますけど、うん、当初なかったってこともあってバンタム級で2人とも戦っていて、まあ、ベラトールにも今フライ級はないんで堀内選手はバンタム級なんですけど、まあ、やっぱりお互い、うん、2人とも 適正階級に戻したいっていうようなタイミングで組まれたんで、まあ、タイミングとしてもね、まあ、非常に良かったのかなっていうところなんですけどこのフライ級への、うん、フライ級に戻るっていう言い方がいいのかフライ級転向と言った方がいいのかっていうそれぐらい両者ともに長い間バンタム級で戦ってたんで。 今回の試合に向けてまずフライ級でどのくらいの,そのコンディションをちゃんと作ってこれるかっていうそこは一つうーポイントになるんじゃないかなと思ってます。うんもともとそんなにこう体が2人とも大きいタイプではないのであの減量に苦しむっていうことはフライ級になったからといってもそこまでないんじゃないかなとは思うんですけど。 一番大きいのは体重を落とせる落とせないっていうよりはルーティーンが変わるっていうことだと思うんですよ。このルーティーンが変わるっていうのはどういうことかっていうと、まあ皆さん格闘技をやったことがある方はまあまだあの想像しやすいと思うんですけど、格闘技をやったことがない方でも、まイメージしていただいて、まあ何でもいいですよ。えー、スポーツの大会に出ますと、えー、テニスでもいいですし、まあマラソンでもいいですけど、なんか大会に出ます。 なった時に試合当日の前日とか前前日とかあまり練習そこまでハードにしたくないですよね。やっぱり疲れを当日には残したくないわけです。そうするといつぐらいまでハードな練習をするかっていうと、まあこれは人にもよると思うんですが、一週間前とか二週間前ぐらいまでで、うんそこからちょっと疲れがたまらない程度のまあ軽い練習をして。 本番にまあ万全の状態で臨むとまあこれをほとんどの人はやりたいと思うんですよねまあ当然 MMA もそうなるわけなんですが MMA の場合はこれに減量というものが入ってくるわけですなので本来減量がなければ練習を例えば一週間ぐらい前で切り上げて、えー、まあ美味しいもの食べて栄養になる体力がつくようなものをたっぷり食べて 体を休めて試合本番にベストコンディションで臨むっていうのをやりたいんですけれど MMA に関してはまあ格闘技全部まあ軽量があるスポーツに関してはそれができないどうしても食事を制限しながら試合本番までに体重を作るなおかつ体の疲労も取らなくてはいけないということになるわけなんですけどバンタム級の時であればおそらく大木久保選手も。 え堀口選手もそこまできつい減量がないのでまあそれなりに食事も取れたと思います、うん、で最後水抜きで一気に落とせばいいっていうやり方でいけたとは思うんですけれど今回えフライ級となるといつもよりももうちょっと食事を制限しないといけなくなると思います最後の1週間2週間に関して。っていう風になるといつもよりは最後の追い込みで追い込み切らない方がいいわけです あんまり追い込んじゃうと食事も減らすから体が回復しきらないっていうようなことも考慮しなきゃいけないしあと筋肉量も当然落ちるのでファンタムの時よりフライよりもフライの方がそうすると水抜きのやり方もいつもほど落ちないとかそういうのも出てくると思うのでいつもの試合までのパターンルーティーンがちょっと通用しなくなるっていう可能性は出てきます。 まあ2人とも非常にキャリアのある選手なのでその辺は経験値があるんでえもちろん調整してうまくえコンディションを作ってくるとは思うんですがまあ過去にまあこれだけ長く一つの階級でやってでもう一回落とした時っていうのはやっぱ過去の他のそういった選手とか見ても一発目は結構ねコンディションを作るのに苦しむ選手も結構いるんでまあこの辺りがどうなのかっていう。 部分はちょっと気になりますね、うん、なので2人ともちゃんとうまく減量に成功していいコンディションで迎えて欲しいなと僕は適正はフライ級なのは2人とも間違いないとは思うんですがその何、うん、て言うんですかね減量のパターンルーティーンはうまく作れるかどうか、うん、その一発目で持ってこれるかどうかっていうのは少し不安があるかなと思います。 でえー、技術的な部分の話になっていくんですがまあ,あ打当局全項目において堀口選手が扇保選手を上回ってるっていう印象です僕の中では。うん、でこうなってしまうとこういう相手に関しては打当局のどれかで勝負しても ななかなか難しい打撃で勝負しても打撃向こうの方が上レスリングで勝負しても相手の方がレスリングが強い寝技でももうやっぱり向こうが強いってなっちゃうとなかなか難しい。ってなるとこの打倒曲を回転させていく打撃と思ったら寝技と思ったら打撃と思ったら寝技みたいなのをこう,うまく回転させて回転させてえ戦っていくっていうやり方がいいとは思います。うん であとはもう1つうー、まあうーん、これもどうなるか分からないですけど、堀口選手のこの毛が明けからのファイトスタイルの変化っていうのも、ちょっとこの試合に関しては影響するんじゃないかなと思っていて、えー、具体的に言うと、堀口選手、毛が明けてから、多分本当にわずかなんですけど、わずかに距離設定を近くしてると思うんですよ、映像で見てる限り。 けが、うん、前の方がちょっと半歩半歩ぐらいえちょっと遠いところから一気に飛び込むっていう感じだったと思うんですけどけがしてからちょっと近めに設定してるように僕には見えてでこれがあいい悪いっていうのはまたちょっと、うん、どっちもあるんですよねメリットデメリットで。で届く 届きそうで届きそうもない微妙な距離からズドンって一気に踏み込んでくるっていうのが堀口選手の最大の武器だったんですけどそれよりもちょっと近い距離にしたことによってもういつでも攻撃が届くかもしれないっていうプレッシャーを常に与えれるような距離設定に変えてきたんじゃないかなっていうでその中で過去の試合でいうとペティス選手との試合 が一番僕はもう圧巻のパフォーマンスだったと思っていて結果は堀口選手が4ラウンドで KO 負けでしたけど試合内容を見れば1ラウンドから4ラウンドまでほぼペティス選手を圧倒している内容なのであの試合に関して言えば強いのはペティス選手ですもうそれはペティス選手が勝ったんで間違いなくただ MMA ファイターとしての総合力が高いのはどっちか。 えー、MMA の実力があるのはどっちかっていうような話になると僕は堀口選手だろうと思いましたねあの試合内容だったらただ何回も言いますけど勝ったのはペティス選手ですからどっちが強いかって言われたらペティス選手は強いもうこれはしょうがない、うん、で具体的に何がすごかったかっていうと、まあ、まず距離設定まあペティス選手がプレッシャーをかけて割と近めにペティス選手側が寄せたところはあるんですけど距離を、えー、でその近い距離の中で ペティ選手は極力堀口選手のフェイントに反応ししなないいいよような戦い方をしていたんですよね。あの堀口選手の独特のフェイントになるべく引っかからないように、えー、大きなリアクションしないようにってやってたんですけどこれも難しいんですけどフェイントに引っかからないようにするっていうことは本当にパンチが飛んできた時に、まあ、反応が遅れてしまうっていうのもあるんですよ。ここれは、ね、本当にむ難しいところなんですけど、 うんまあちょっと軽くやってみると皆さんちょっとスマートフォンかパソコンかまあ画面を見ていただいて今から僕が左手でこうやってパンチしますそしたらこれは右手で、まあ、手のひらなんとなくパッとこう出してくださいで右手で止めるようなイメージで右手のパンチが飛んできたら左手で止めるっていうようなのをちょっとやってみてくださいこれ今右手で皆さん止めてください 今度左手でこれにフェイントを入れていきます。 ま軽く今やってみた感じでこれにフェイントに引っかからずに反応するのって結構難しかったと思うんですよね。でましてやフェイントにこう手がパッ,パッ,パッてこうってなっちゃダメ実際は例えばこの僕のこういう動きに対してワッて反応したらそれでタックル入るとか蹴りが飛んでくるとかあるいは左のパンチが飛んでくるとかあるいはストレートのフェイントからフックが飛んでくるとかワッて思わずこう手をパッパッて出しちゃった。 そ,してそれはもうううフェイントにに引っっっかかって,るっているとこなっちゃうんですよ、まあ、小さく反応するぐらいならいいんですけどそれがあまりにも大きいリアクションになると、えー、そこで隙が生まれてやられてしまうと。だこれに反応しないようにするというふうにしなきゃいけないんですけど。 まあもしあれした一回今の僕がやったやつを巻き戻していただいて反応しないようにしよう反応しないようにしようっていうふうにやってもらうと今度は本当にパンチが来た時に、えー、うまく反応できないっていうような問題が起こるので、あのー、これは結構本当難しいんですよはあのフェイントに反応しないようにしようっていうと逆にこう本当の攻撃に当たっちゃうってリー選手は実際それで、えー、あの試合だと、まあえー、堀口選手の右のカーフキックあと右スピンキック えジャブをもうことごとくヒットさせられさらにジャブと見分けのつきにくい、えー、ニータップでテイクダウンを何度も取られるっていうような内容でまあもう本当に圧倒されてしまったっていう内容だったんですよね。で、えー、まあペティ選手は、まあ、それにまあ、うん、もう翻弄されてしまったわけなんですよね。で今まあ堀口選手はちょっと距離設定を近くしてえー、まあい 特にペティ選手の試合は本当に象徴的だったんですが以前はあまり出さなかったようなジャブなんかも出してでジャブが届くような距離で右のカーフを打ちながら、えー、テイクダウンも混ぜていくでそればっかり気を取られていると右のストレートとかも飛んでくるっていうそういう戦い方にまなっていて、まあ、本当に妥当曲いろんなパンチ蹴りテイクダウンいろんなものを混ぜてくるような戦い方に まあ最近はなななってきたんんじゃないかなと思うんですけどこの戦い方に関してどう対処するかっていうとまあおそらくあの堀口選手のスピードと独特のステップに対して全ての技を反応して反射神経を使って対応するっていうのはおそらく僕は不可能だと思います。 それは多分全世界にいるバンタム級フライ級の選手誰でも難しいと思いますあのフェイントに引っかからないように引っかからないようにしといて実際にパンチが来た時だけ反応するってもうほぼこれ反射神経で勝負するしかないのでそこはまあ多分難しいと思うんですよね。 かといってじゃあ全部のフェイントに反応してたら、まあ、隙が生まれてしまうパンチが来ると思ってパンチのフェイントにわって反応したらここが空いてタックルを来たりかってこう下に堀口選手がよく重心を下げるフェイントにわって大げさにこう手を下げて重心を下げたら顔面が空いてそこにパンチも飛んできちゃうしあのー、まあどっちにしろ難しいっていう話にはなるんですけれどでこの堀口選手のこのスタイルに対して まあ、一つヒントになる戦い方をしたのが、えー、ミックス選手と金太郎選手なんですよねでミックス選手がやった戦い方っていうのはまあこれバウトレビュー出してるんであの見ていただくと分かると思うんですけど、えー、蹴りとタックルに関しては無視するっていう戦い方をしたんですよねまあ、ミックス選手はもう寝技に自信がありますから、えー、仮にテイクダウン取られてもどうにでもなると っていうのがあるしあとは何より多分タックルしてこないだろうともうあのほぼ何て言うんですかね確信があったんだと思いますなので、ね、何回か堀口選手がタックルのフェイント入れたりニータップみたいな動きをしてももうほとんど反応しなかったですもうそれは別に倒されても問題ないと思ったんだと思いますであとサウスポーだったんで堀口選手が蹴る蹴りが全部インローになっちゃうんですよねこうかいわゆるカーフあの斐選手をは足を破壊した え強烈なあの右のカーフキックっていうのはやっぱすねの外側を蹴らないとやっぱり強烈なダメージを与えられないのでえ内側えサウスポーで構えるミックス選手の右足前足になる右足の内側を蹴ってもそれほど大きなダメージにならなかったのでミックス選手まあ試合後のインタビューですごい効いていたとは言ってましたけど効いていたけど前足を犠牲にする作戦だったみたいなことを言っていて。 多分5分5ラウンド蹴られ続けてもそれでもう足が動かなくなる朝倉海選手みたいなことにはならないって踏んだんだと思うんですよねなので蹴りに関しては大きなリアクションしないである程度受けるっていうでパンチにだけしっかり意識を集中させるパンチはもう絶対もらわないっていうで蹴りとタックルは無視するっていうこれがまあミックス選手がやった作戦でこれがある程度うまくいっていたんですよ で今度は、ね、金太郎選手なんですけど金太郎選手の場合やっていたのは、まあ、同じサウスポーで,で右手をちょっとこう前に出しながら堀口選手の内側に立つっていう内側に立って、えー、右手を前に出すっていう構えを作ってたんですよね。であの内側とか外側が分からないっていう人はこれもですねあの僕あの過去に動画いくつか出してるのでちょっとそちらを見ていただいてもうちょっとその説明は一回省きます。 右手を前に出してサウスポーの金太郎選手が内側を取っているので、えー、堀口選手としては金太郎選手の前足である右足の外側に左足を踏み込んでパンチを打つもしくは右の印籠を蹴ってくるという攻撃が多くなる。っていうのをわざと作って左足を踏み込んで。 右の印ーを蹴りに来たところに左ストレートのカウンターを狙うという作戦にしてたわけですね。つまり金太郎選手としては蹴りとパンチに狙いを絞ったということですねいい。で金太郎選手は外側に足を踏み込ませるっていう形を作って。 踏み込んできたところを狙うっていう作戦に変えた狙いどころを作ったでタックルに関しては、えー、おそらくしっかり反応するという作戦だったんだと思いますが、えーまあ、途中から堀口選手が気づいて内側を取らせてくれないようになってからは、うん、パンチももらっちゃうし、えー、最後テイクダウンされた場面ももう、えー、パンチとタックルのフェイントに翻弄されて倒されちゃったっていう感じだったんで。 まあ内側を取って狙いどころを作って、えー、わざと踏み込ませてそこにパンチを当てるっていう,う作戦はまあひ一つ良かったんだろうなと思うんですけど、まあ、そこから堀口選手は見事な、うん、修正だったんですけどこの2つが僕一つう堀口対策としてはすごく、うん、参考になるんじゃないかなと思っていて全ての攻撃を防ごうとするっていうのはおそらく無理だと思います。 なので捨てる攻撃と狙う攻撃を明確に分けてしまうっていうのは僕一つあるんじゃないかなと作戦として。堀口選手の、うん、蹴りなのかパンチなのかタックルなのかどれかは、えー、もう捨てるやられてもしょうがない、うん、代わりにどっかに狙いどころを作ってそこに、まあ、カウンターなり、うん、を用意しておくっていうのが。 いいいいんじゃないかなかと僕は思いますで扇保選手からすると多分、うん、ちょっと予想難しいですけど蹴りはあんまりもらいたくないと思うんですよね蹴って蹴りであのカーフを受けすぎて足が殺されるっていう展開は避けたいので足への攻撃に関してはしっかりディフェンスしなきゃいけなくなると思います。で 難しいところですけどパンチかタックルこの2つのどっちを優先的に潰してどっちに狙いどころをお添えるうん狙いどころにするかうんっていうところだとは思いますね。うんで1つ堀口選手のうんちょっと不安材料としては。 怪我をして怪我から復帰戦で、えー、過去の試合見ても強強烈烈ななな飛び込みからののパンチってていいうのが実はほとんんど出てないんですよねで。堀口選手のパンチって、まあ、もちろんパンチ力がすごいっていうのはもちろんあると思うんですけどあの思ってもいない距離から飛び込まれて予想外のダメージを受けてしまうっていうので倒してきた選手だと思うんですよ。 よよくあの見えないいいパンチが効いちゃうううっていうのとと一緒だと思うんですよね。予想してないタイミングでパンチがきちゃうんで、えー、脳に強烈なダメージが、えー、入ってしまうという部分があるので、えー、以前ほど遠い距離から突然飛び込んでくるっていうのはパンチがなくなったんでもしかすると堀口選手には今の堀口選手には KO できるような。 パンチ力はもうないのかもしれない。っていうことをもう考慮するんであればある程度打たれ強さに自信のある大木久保選手だったら、まあ、堀口選手のパウンドの方が怖いと思うんですよねテイクダウンされて上からバッカスか殴られるとあのパウンドはもう強烈なんで,であれに関しては多分膝の怪我とかもだ多分関係なく強いと思うんで相変わらず。 なのでテイクダウンだけはしっかり反応するで蹴りは、えー、もらわないようにするで、えー、パンチはある程度もう被弾覚悟でそこに対してのカウンター,あータックルなのかあるいはパンチなのかっていうのをうん用意しておくっていうのはありかなっていう気はします。で特ににに近いい距離で打ち合いになった時に 扇、えー、保選手と堀口選手の,あのライジンでやった試合ですね2回目の試合、えー、で扇保選手がダウンのような形を取った場面があるんですけどあの場面と、えー、ペティス選手に、えー、バックハンドブローで倒された場面どっちにも共通するんですけど大木久保選あ、えー、と堀口選手って近い距離で打ち合いになった時にちょっとこうスウェーデンで 頭を後ろに下げながらバックステップする癖があるんですよね。で、えー、あのタイミングに結構パンチもらいやすいっていうのはちょっとある気がするんですよね。あの結構無防備で後ろに下がるんで,で結構目に多分自信があるんですよね。で大木久保選手は結構近い距離で頭下げてオーバーハンドとか打ってでそこに。 堀口選手が余裕だよみたいな感じでかわしたところにもう一歩踏み込んでのオーバーハンドみたいな左まあちょっとイメージですけど左オーバーハンド振って避けさせた後にとに、えーまあ、スイッチっていうかね後ろ足の右足を前に出しながら深いオーバーハンドを顎に打ち込むとかあとは、えー、滝沢選手との試合で扇保選手が見せたような左のジャブから左ハイキックみたいな。 ああいう攻撃スウェーしたところに当たりそうな攻撃っていうのはちょっと一つ狙い目なんじゃないかなっていう気はするのである程度打たれ強さと最近の堀口選手のちょっと倒,し倒せてないパンチっていうのを考慮してある程度近い距離で打ち合いのような状況に持っていって。 わざととさせたところに一発ぶち込む、うん、でもちろんそれで倒せればいいけど倒せれなくてもそのまんま、うんまあ、グラウンドに持ち込ダメージがある状態でグラウンドに持ち込めるっていうようなのはありかなっていう気はします、ねうん、で逆に、えー、と今度扇こぼ選手の、えー、ファイトスタイルうなんですけどえっ、ー、と。 堀口選手とライジンで戦った時とはだいぶちょっとスタイル変わりつつあって具体的に変わったのはさっき堀口選手はちょっと距離設定近くなったってお話したんですけど多分扇保選手は逆にちょっと遠くしてるんですよね最近の試合見てると。でこれはご自身でもちょっとインタビューとかで答えてるんですけど結構蹴りで試合を作ってるようなところがあって井上直樹選手との試合もそういうゲームプランだったって言ってたんで。 で僕もこの話前もしたと思うんですけど大木久保選手は結構蹴りの選手なんですよ。蹴りでリズム作っていく選手なんで仮に僕が大木久保選手の対戦するまあ選手のまあ例えばコーチ陣とかに僕がもしいたらとにかく大木久保選手の左のインローは外していくっていう作戦を立てると思いますあの大木久保選手のまず最初左のインローで相手の内ももを触っていって でえー、リズムと距離設定を作っていくっていう戦い方が、まあ、序盤の戦い方なんでそこでリズムと距離設定を作らせないために左のインローはとにかく外す空振らせるで可能であれば空振らせた後にすぐにローキックを返して扇保選手の蹴りは当たらないんだけど自分の蹴りは当たるっていうような、えー、試合にして、えー、リズムを自分の方に持ってくる。 っていうようなのが有効じゃないかなっていうのはこのはこの話は過去に多分1回ぐらいしてるとは思うんですけど、うーんっていうのをまやるとは思うんですよね。なので多分堀口選手もそれぐそれはある程度想定してるだろうと思うんでなので序盤はちょっと意外と蹴りの戦いになるかなっていう気はします。で大木久保選手としてはまずインローから試合に入っていって。 えー、蹴りでリズムと距離を、えー、掴んでいっていつの間にか蹴りの距離からパンチ、えー、特に意外と左のジャブがいいんですよねあのインローと混ぜてジャブみたいな、ね、とかそういうのが当たりだしたら右のオーバーハンドとか振ってで、えー、タックルにつなげるという戦い方なんですけど、えー、またこのテイクダウンに関してはもうちょっと変わってきていて以前の大木久保選手だと。 しがみついたらもう離さないと何が何でももう離さないって粘って粘って粘って,粘ってははなんとかテイクダウンみたいなそういう戦い方だったんですけど最近は結構タックル入っって切らられかけたら結構あっさり離すすんですよねで離れ際に一発ぶち込んで離れ際にパンチ当ててでまた打撃やってタックルいく切られたらまた離れ際に打撃入れるっていう1回のテイクダウンで倒しきるんじゃなくて。 手数で倒すテイクダウンに多分最近変えてきていてなので多分扇保選手のえ過去の試合まあちょっと別に僕数えたりはしてないですけど集計取ったら多分テイクダウン決定率は低いいと思いますねそんなに1回で倒せるテイクダウンじゃないんでほぼあの強豪選手との試合では毎回のように切られているんですよ。 切られてるんだけど切られてももう1回切られてももう1回で、それもあのがむしゃらに行くんじゃなくてちゃんと打撃を混ぜて打撃を打ってタックル切られたら打撃を打ってタックル打撃を打ってタックルのこの打撃タックル打撃タックルのこの回転に相手がついて来れなくなったところでテイクダウンっていうようなパターンが多いんですよね去年の井上直樹選手との3ラウンドなんか完全にそういうイメージでしたねそこで井上選手の対応が え遅れてしまって最後テイクダウンを取られてるっていう戦い方なのでまあ蹴りから入ってパンチの距離にちょっとずつ近づけていって蹴りパンチタックル蹴りパンチタックルの回転に巻き込んでいくっていうこれに巻き込まれちゃうとテイクダウンされたりあるいは滝沢選手のようにタックルを警戒しすぎて逆に打撃で ダウンを奪われたり打撃でダメージを負ってしまうっていうのが、まあ、大木久保選手のスタイルにはなると思うんですよね、うん、なので、えー、以前のような、まあ、特に、えー、堀口選手とのライジンで戦った2回目の戦いのようなしがみついてしがみついて、えー、粘り強く粘り強くなんとか倒そうとしてで逆に倒されちゃって上から殴られたりバック取られちゃうっていうような展開には。 今回はならななならいいいんじゃないかなっていう気はします多分、うん、少なくとも序盤戦はそれはやらないと思うんですよね。で扇保選手とすればまあさっき僕打倒局全局面で堀口選手が上回ってるっていう話をしたんですけどもし扇保選手が堀口選手に勝ってるところがあるとすれば粘り強さとスタミナだと思うんですよ。 なので、まあ、なんとか長期戦で消耗戦に引きずり込みたいっていう思惑があると思うので少なくとも1ラウンドの序盤1分ぐらいは様子見をすると思うんですよね、扇久保選手、サイドとしては。で、堀口選手が一気に来れば、えー、ある程度、我慢、序盤戦は我慢。 してえー、堀口選手のに攻撃をさせてある程度スタミナを消耗させて1ラウンドはしのぐで2ラウンドおになってから自分がギアを上げていって、えー、消耗戦に持ち込むというようなあプランじゃないかなっていう気がします。でもし堀口選手が、えー、そのよお様子見に付き合っってあんまり来なかった場合は 案外自分かから仕掛けるかもしれないですね石渡選手との試合なんかはそんな感じだったんで、えー、自分の方から殴り合いに持ち込んでいってちょっと試合を動かすような展開に持っていってでまあ石渡さんがギアを上げてきたら、えー、まあそっからぐちゃぐちゃの展開になって気づいたら大木久保選手の,あの消耗戦に持ち込まれている得意の消耗戦に持ち込まれているっていう,う戦い方。 あしたいんじゃないかなっていう気がします、ね、だ堀口選手としてはそれに巻き込まれたくないっていう意味で言うともう序盤で決めてしまう一気にフィニッシュもしくはかなりもう KO に近いような場面を作ってまあ荻久保選手打たれ強いんでフィニッシュまでいけなくても判定でかなり有利な場面を作って2ラウンド3ラウンドはある程度。お まあ流してもいいような状況で大木久保選手が無理に無理してリスクを犯して攻めてきてきたらカウンターでしとめるっていうようなうんプランがいいんじゃないかなっていう気がします堀口選手の方はなので1ラウンド序盤は堀口選手が行くんじゃないかなと思うんですね1ラウンド様子見て様子見て様子見てよし2ラウンドからギア上げようっていう戦い方だとうん ちょっと大木久保選手に、うん、巻き込まれる気がするのでもう結構序盤からい,いくのかなまあただそこで変に飛ばしすぎちゃうと後半、うん、消耗した状態で大木久保選手の、まあ、粘り強い戦いに巻き込まれてしまうっていうところがあるんで、まあ、全局面で俺が勝ってんだからもう圧倒できるぜっていう,もう圧倒的な、まあ、いわゆる横綱相撲的に。 1>, え1ラウンドガンガンいって終わらせちゃうっていうのも、まあ、あるかもしれないです。で特にまあもうちょっと技術的な細かい話になっていくと扇保選手は、えー、顎を引いて結構前かがみな動きが多くなるんですよね近い距離になった時に一つはおでこで、えー、パンチを受けようとする動きがあるのでその動きとあと結構ダッキングするんですよね あの頭あ下げてくぐるような動きをするんであ,あそこに関しては朝、えー、倉海選手が勝った試合あの1回目です、ねえー、の時もそうだったんですけどアッパーとか膝蹴りとかこうしゃがんでくるところに対してこう下から突き上げるような攻撃ですね膝とかアッパー、まあ、ボディにボディとアッパーと見分けのつかないようなパンチとか膝蹴りとかそういうのはすごく入ると思うので。 近距離で打ち合うと見せかけて例えば左フックあたりを堀口選手が出してそれを扇保選手にこうダッキングさせるわざと頭を下げさせてそこにアッパーあるいは右膝とかをこうぶち込むっていうのは有効だろうなっていう気はしますね。 えー、下げるというか近い距離で打ち合いつつも頭下げて、えー、中に潜り込んでいくような扇、えー、保選手とどちらかというと打ち合いながらこう頭下げ頭が後ろに引いてバックステップして逃げようとする。 え堀口選手ってこの近い距離でのパンチの避け方がまた違うのも少し面白いところではあるんですけれどまあそういうところがまあお互い狙い目なんじゃないかなっていう気はします近い距離に入ったところでのリアクション相手にリアクションさせてそこに一発ぶち込む大木久保選手だったら えー、堀口選手が頭を引いたところを追いかけるようなパンチあるいはハイキック、うん、で逆に、えー、堀口選手は大木久保選手が頭を下げたところに膝とかアッパーで仕留めにいくっていうような攻撃が有効なんじゃないかなっていう気がします。うん、で寝技に関してはどっちもスクランブルが強いんでテイクダウンとかバックが取り切れるのかお互い取り切れるかなっていう。 気がしますうん、まあ堀口選手の方が僕は大木久保選手よりもやっぱり一枚上手だとは思うんですけどうんただ大木久保選手をしっかり寝かしつけて、えー、もう背中べったりマットにつけて、えー、がっちりね技をやるあるいは大木久保選手が動いて逃げようとしたところでバックを取り切るっていうような戦い方をすると。 そそれこそ本当に結構疲れると思うんですよね結構それ消耗すると思うんでそれをやるかなっていう気はするんですよね荻窪、うん、選手相手にわざわざ、うん、変な話そんなことしなくたって打撃で勝てるっていうふうに思ってるかなっていう,う気はするんですよねであれば荻窪選手と 打ち合っった方が全然いいっていてう扇保、うん、選手もやっぱり倒せるパンチはんな,ない気がするのであんまり強い打撃はイメージないですよね。ただ堀口選手は結構打たれ弱い選手ではあるので扇保、うん、選手のパンチでも致命傷を負う可能性は十分あるっていう,うところは。 ちであとは堀口選手にさっき僕倒せるパンチがもしかしたらもうないのかもしれないって話をしたんですけどちょっと気になるのは最近ここ数試合、えー、ペティス選手の試合とミックス選手の試合で打ってるスイッチした状態での左のオーバーハンドをまあいずれもその2 試合ではちょっとそれがよくなくて距離が合ってなくて、えー、まあ範囲試合の範囲になってしまったパンチなんですけれどまあその辺は僕のバードリーグ見ていただきたいんですけどあのスイッチしてて打つ左ののオーバーバハンドの距離が全く合ってないんですよねただ結構使うんであれもしかすると堀口選手の中でスイッチしての左のオーバーハンドがかなりこう。 手応えがあるんじゃなないいかなっていうあ新しく倒せるパンチとして今磨いてるんじゃないかなっていう気もするんですよねなのでもし,もしそのパンチが完成していれば思わぬ強打が飛んでくるっていう可能性はあるかなっていうスイッチしてサウスポーンになった状態からの左の飛び込み気味のオーバーハンドはまあちょっと今のところ未完成なように見えるんですけど。 距離がちょっと近すぎて詰まっちゃうっていうのを2回ともやってるんでただもしかするとあれに何かちょっとこう可能性を感じてるんじゃないかなという気がなんとなくなんですけどねしててもしそれが完成してればああ扇保選手がその一発で倒れてしまうっていう可能性は十分ありえるなっていう気はしますしあとはまあ堀口選手の怪我が。 明けからまあ徐々に時間も経っているのでコンディションが良くなってるっていう部分もあるので,でしかも今回フライ級の自分の適正階級に戻してるってことも考えるとちょっともしかすると今まででとは違う動きになってるる可能性もあるんですよね僕が今全部喋ったのは復帰してからの堀口選手の今までの試合まあ復帰前もちょっと考慮してますけど。 っってていうのでってるのでで喋るもしかすると怪我明けのフライ級の堀口教授っていうのは全く違う堀口教授になっている可能性もあるのでそうすると今の僕の話はもう全然まあずれっていう話になっちゃうんですよね <laughs>。まあ扇久保選手もねちょっと変わってる可能性はありますけどうんまあそこまで大きく変わらないと思うんですよね。いずれにしろうん僕は本当楽しみですね。 でおそらくフライ級日本人の頂上決戦だと僕は思います。うんあのーまあ、なんといっても昨年、1日に井上直樹選手に勝ってその後朝浅倉海選手に勝ってるんですよね、大木久保選手。 朝倉海選手が拳が折れてたっていうのはありますけど扇窪選手も相当井上選手のカーフキック効かされて足にダメージがあったり肘打ち相当もらって頭痛が止まらなかったっていう話もしてましたしまあボロボロの状態であの2人に一日に勝てる選手って果たして日本人でいるのかなって他に、うに。しかもフライ級で <laughs>。 僕平達郎選手とかでもできないんじゃないかなっていう井上直樹選手に勝ってその後決勝で朝倉海選手にも勝つっていうその日の一日でっていういや相当強いと思うすごいことをやってるんですよね大木久扇選手はな,なんとなくちょっと過小評価されちゃってる気がするんですけど、まあ、キム・スチョウ選手に負けちゃったっていうのがねもう大きいのかもしれないですけど僕は本当にこの試合は楽しみですね、うん まあ皆さんも、ね、本当楽しみにしていると思いますし、まあ、どっちの選手を、ね、応援するのかあ難しい、えー、とは思うんですが、まあ、堀口選手、優位だと思いますし堀口選手応援する人が多いと思うんですけど僕は冒頭で言いました今回は、ねえー、ライジンベラトロの対抗戦でライジンを応援すると言ってますからもう堀口選手には申し訳ないですけど。 大木久保選手を全力で応援しようかなと思っております、はい、なのでこの動画を今見てる皆さんでね、えー、一気に言語化のことが嫌いになったとか言語化とはしばらく敵だって思う人も、えー、中にはいるかもしれませんがまあ僕は大木久保選手を応援します <laughs>、えー、なんと言ってもライジン代表ですからまああとね僕はねなんだかんだ言ってね大木久保選手が好きなんですよねうんそこまでねすまあもともと好きな選手だったんですけどすごい好きじゃなかった だとは思ってなかったんですけどね、あのキム・スー・チョル選手に負けちゃったときに、すごいショックを受けたんですよ、僕が。うん、で、あ、まあ、その、この話も前にしたかもしれないですけど、やっぱりね、その選手が好きかどうかってね、負けたときによく分かるんですよ。自分の応援してた選手が勝ったときじゃなくて、負けたときに落ち込むっていうことは相当好きだったんだっていうのが、それがよく分かるんですよね。で今回、僕はそれでした。キムスーチル選選手に大久保選手にに大が負けた時に うわマジかーってなる僕の特に会場で見てたんで結構ショックだったんですけどだからまあ,あ結構僕は大木久保弘正にもう心をつかまれてたんだなというねでその時知りましたしまあうん僕はああいう選手がやっぱ好きなんですよね泥臭く勝ちにしがみつくみたいな選手が。 僕も MMA やってた時にああいうスタイルでしたしうんまあ僕も MMA じゃ全然勝てなかったですけどまあまあ自分の人生振り返っても勉強ができたわけでもスポーツ万能だったわけでもなくどちらかというとう,んま,あうまくいかない人生うまくいかないことの方が多かったかな。うん っていうようよな僕みたいな人にとってはねなんかああいう大木久窪選手みたいな戦い方っていうのはねなんか勇気をくれるんですよね、うん、まあ大木久窪選手にこういうこと言ったら大木久窪選手に失礼かもしれないですけど <laughs> なんかあの、えー、雑草っぽいというか、うんうん、川尻達也さんがねあの あのライジンで最後に試合したときに言ってた「持たざる者の代表として戦ってきた」って言葉がすごい僕はいまだに心に残って刺さってるんですけど、うんまあ、持たざる者がゆえの強さみたいなのを見せてほしいなっていう思いもちょっとあるんですよねだから好きなんですよね多分大窪選手のことがうん僕はまあまあこれはねあの僕のすみません好みの話をちょっと最後長々としてしまいましたけど。 まあまあまあああ依然しろね、えー、本当に楽しみな二人の試合なのでまあとにかく当日楽しみたいなと思いますはい、えー、という感じで、えー、今日は堀口選手と大木久保選手について喋ってきました、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思いますではでは。